母、僕雷先生だよ。絶対ミッキーが言わないこと言うよ。テレテレテレ。あ、すいません店員さん、このユニセフの募金を使って僕にタバコください。はい、ということで本日もディズニーの都市伝説パート2をお送りしていきたいと思います。一つ目はパーク内の BGM が変わる場所についてです。これは都市伝説っていうかトリビアになっちゃうんですが、パーク内のエリアとエリアの狭間、つまり BGM が切り替わるところには必ずあるものがあるんです。何かわかりますか？実はこれは水です。パーク内って場所によっていろんな BGM 流れてるじゃないですか。でもあれが切り替わる瞬間って全然気づかなくないですか？実は切り替わるところには必ず噴水や滝等の環境音があって、水の音が前の BGM を一度かき消してから次の BGM を聞かせてくれるので違和感がないそうです。なるほどね。これ普通に友達とか恋人に自慢できるよね。なのでディズニーに行ったら噴水や滝にも注目してみてください。きっとその次から次の世界に変わってますよ。続いての都市伝説はこちら。 It's a small world には呪われたボートがある。そしてその呪われたボートとは青の6番ボートと言われています。昔 It's a small world の青の6番ボートである事件が起きました。ある日閉園間際に来た少女を It's a small world の青の6番ボートに乗せたところ、なんと戻ってくる頃には無人だったそうです。そしてスタッフが中を捜索しても少女は出てこなかったという事件です。ただ真実であれば報道されているはずとして一旦噂は打ち消されました。しかしこの少女自体がゲートを通った形跡がないとか、初めから人間ではなかったという説もあるんですね。他この青の6番ボートではたびたび現れては消える少女の目撃情報が根強く存在しているそうです。普通に怖いんじゃ。続いての都市伝説がこちら。ディズニーの過去最長の待ち時間について。ディズニーアトラクションの最大の待ち時間は結論から言うと832分、約14時間。朝7時に入れたとしてもアトラクションに乗れるの夜の11時やん。日本とニューヨークの時差やん。ハムスターの睡眠時間やん。東京と博多をつないでいる日本一移動距離の長いバス博多号の乗車時間やん。ちなみにアトラクションはプーさんのハニーハントだそうです。ここまで行ったら勘のいい方はわかるかもしれません。そう、これは蜂蜜にちなんで832分となっており、キャスト限定の感謝デーの際に表示された待ち時間だそうです。何そのハピネス。最後はなんかちょっとムカつきましたが、また明日の動画も見てください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。